ポンマンの聖母は、不屈戦争中の1871年1月17日、フランスのポンマンの上空で起こった出来事で、夕刻に数人の子供たちの上空に、青い服の女性が出現、子供たちのみが目撃した。当初は微笑むだけであったが、無言のまま文字によるメッセージを伝えたとされるものである。その後奇跡的に、プロイセン軍が撤退し、文字によるメッセージは、 聖母、マリアのご加護と予言がなされたものと考えられている。ポンマンは、フランス北西部のペードラ・ロワール地域県、マイエンヌ県にあるコミューンで、当時は15県ほどの民家と80名の住民から、なる、小集落であったが、最初に異変に気づいたのは、当時12歳のウジェーヌ・バルブテットであった。ウジェーヌは道路を挟んで、ナヤの向かいにある民家の情報約6メートルのところに、 金の星を散りばめた青色の服の美しい婦人が両手を下げ加減に広げ、迎える仕草で微笑んでいるのを目撃した。月は出ていないが、星は出ている4半時も経った頃、納屋から父親と弟のジョゼフが出てきたが、父親にはその夫人は見えず、弟には見えるという。母屋から出てきた母親にもその夫人は見えなかった。納屋の仕事を片付けて、母屋で夕食を済ませて、 再びナヤに戻ると子供たち二人はそのままであるという。父親は、お前たちに見えるなら、修道所にも見えるだろうと、修道所のスール・ビタリヌに声をかけ、彼女は寄宿舎から子供たちを呼び出した。すると、当時10歳と9歳であった二人の少女たちがやはり、何か見えると主張した。この後、別の修道所スール・マリエドアールが駆けつけたが、 彼女はいち早く聖母と認識した。他の子供たちにも声をかけ、そしてカトリック教会の司祭であるゲラン神父にも聖母が出現したと報告し、連れてきた。この騒ぎを聞きつけ、約50名の人々が駆けつけたことになるが、ここまでの段階では青い服の女性は子供たちに微笑みかけるばかりで何のメッセージも身元も伝えていなかった。子供たちの説明では、 靴まで垂れ下がる、星印の青いチュニック、金のリボンの青い靴、髪を覆う黒の長いベール、末広がりの円筒形の帽子といった衣装の様子が、人々に知らされているだけである。ノルテダメディ、エスペランスデポーンも群がる、人々の前で、女性周りに青い楕円が、五行のように包囲し、中に四本のろうそくが、肩と膝の高さに二本ずつ現れ、続いて、女性の胸に、 小さな赤い十字架が生じ、その後悲しい表情を浮かべた。司祭の祈ろうとの一言で、人々がひざまずくと、祈りと共に、形状全体が伸びて、拡大を始め、1.5倍の大きさになった。その後、女性の足元に白い長さ10から12メートルの幕が、現れ、そこに、左端から金色の大文字のアルファベットの活字体が一つずつ、 現れて二行の文章を作っていった。それは次のような文字列である。メイプレスメアンファンツデューブーイグゾアサーアンプデトンモンフィスエスイラッセタッチャーこの文字の出現方法は父としたもので冒頭のメイのみでも十分はかかった。一文字化完成される過程で四人の子供たちが競うように綴りを読み上げて他の人々がそこにメッセージを読み取る形が取られた。なお、この 我が子の下りで、人々から、やはり聖母だという声が上がった。出現中、人々の成果に合わせて葬笑見ながら、指を動かしていたその表情が、悲しげに変わり、赤い卓球のキリスト像がついている、大きな十字架がその手に現れ、星が移動し、四本のろうそくが点火して、明かりをともした。その後、赤い十字架が消え元の姿勢に戻った。そして大きな白いベールが、 下の方から徐々に聖母を覆い始め、最後に残った被り物や、星、ろうそく、青の楕円が同時に消失した。最終的には夜の9時に収束した。夫婦戦争中の1871年1月17日、当時、ポンマンのすぐそばには、プロイン軍が迫っていたが、聖母出現後の5日後には突如退却をしている。その後休戦協定が結ばれたが、 このプロイセン軍の撤退はフランス軍を驚かせ民衆レベルでは奇跡として受け止められた。4月初旬にはポンマンの小教区から徴兵された兵士たちは無事帰還しこの年の6月17日には感謝のミサが開かれ聖母を称える石踏みが教会に兵士たちにより残された。なお聖母を見た少年の一人のジョセフはその後死災となった。聖母を見た子供たちは 教会当局によって徹底的な調べを受け、1872年2月2日に、ラバル司教、ビカール氏、MSGR、カジミール・アレクシス、ヨゼフ・ワイヒャルトによって、ポンマンでの出来事が神聖の聖母出現であると認められて、その数形が承認された。ローマ教皇ピウス11世はポンマンの聖母に捧げる、ミサと聖母日課を制定した。 1932年7月16日、パチェッリスーキ教はボンマンの聖母の像が、金の冠を体感すべきことを宣言した。戴冠式は1934年7月24日、パリ大司教ベルディにより行われた。ありがとうございます。